ゾルゲ事件は、リヒャルトゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が、日本国内で、情報活動及び暴力活動を行っていたとして、1941年9月から1942年4月に、かけて、その構成員が逮捕された事件。この組織の中には、この絵内閣のブレーンとして、日中戦争を推進した元朝日新聞記者の尾崎、秀美もいた。 ゾルゲらの諜報活動については、リハルト・ゾルゲ、マックス・クラウゼン、尾崎・秀美、ゾルゲ諜報団を参照のこと。ゾルゲの外国通信隠岐文書名表特別、高等警察は1930年代より、日本での共産党関係者の検挙者の情報や、アメリカ連邦捜査局の資料などから、アメリカ共産党の日本人党員の情報を収集し、 アメリカ共産党党員である宮城与徳やその周辺に内定をかけていた。宮城や同じアメリカ共産党員で1939年に帰国した北林友などがその対象であった。これらの共産党関係者に内定をかける中でスパイ網が発覚し、その後の捜査開始につながったとされている。また、無線電波が都内から ソ連方面に送られていることを察知していた日本の特別高等警察はスパイの内定を進めていた。なお、満州国の憲兵隊からソ連が押収してロシア国内で保管されていた内務省警報局の特攻捜査員報奨上申書にはゾルゲ事件の捜査開始は1940年6月27日であったと記されている。1941年4月には ソビエト連邦と大日本帝国との間で日ソ中立条約の締結が成功したが、ドイツはそれでもソ連に侵攻し、独ソ戦が勃発した。その後、大東は戦争開戦直前の1941年9月27日の北林の逮捕を皮切りに、特別高等警察に事件関係者が順次拘束、逮捕された。 10月10日には、ゾルゲの自宅には日本語教師という名目で、また、大阪朝日新聞の元社員で、この絵内学食卓の尾崎秀美の自宅には、娘の絵の教師として出入りし、両者の連絡役を行っていた宮城が、麻布区流土町の下宿先で逮捕され、築地警察署に連行される。この際に行われた、家宅捜査で、 数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。さらに、宮城宅を視察することによって10月13日には、靴見房子秋山孝二が逮捕された。宮城は特別高等警察の取り調べ中に2階の取り調べ室の窓から飛び降りて、自殺を図ったが、清路科病院に搬送されて、手当を受け、逮捕3日目に取り調べは再開された。以後は、 陳述をはじめ、この陳述から、小崎やドイツのフランクフルター・ツァイトング紙の記者をカバーとして、東京府に在住していたゾルゲなどがスパイであることが判明した。この時、在日ロシア人のアレクサンドル・モギレフスキー、同じくレオ・シロタ、その娘ベアテ・シロタ・ゴードン、クラウス・プリングスハイムの次男、クラウス・フーベルト・プリングスハイム、関谷・トシコなどの音楽関係者もスパイ容疑を、 かけられた。捜査対象に外国人がいることが判明した時点で、警視庁特攻部では、特攻第一課に加え外事課が捜査に投入された。尾崎とゾルゲラの外国人容疑者を同時に、検挙しなければ、外国人容疑者の国外逃亡や、大使館への避難、あるいは自殺などによる逃亡、証拠隠滅が予想されるため、警視庁は、 一斉検挙の承認を検事に求めた。しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず、総理大臣が間近なこの F ・ミマロと近い尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきである、と警視庁の主張を認めなかった。このため、10月14日に尾崎の検挙が先行して行われ、東条秀切陸将が首相に就任した。 同10月18日、ゾルゲラ外国人メンバーが一斉に逮捕された。10月18日に外事課は、検挙班を分けて、ゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコドブーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。この際、クラウゼン宅からは、証拠として無線機が発見されている。翌1942年には、尾崎の同僚であった朝日新聞東京本社、 政治経済部長、田中慎次郎、同部員、磯野清が検挙された。グループの逮捕後、尾崎の友人で、衆議院議員活動長名、南京国民政府の顧問も務める犬会見同じく友人で、この絵踏み丸内閣嘱託であった、西恩寺孝一、ゾルゲの記者仲間でブーケリッチのアバス通信社の同僚であった、フランス人特派員のロベール・ギランなど、 数百人の関係者も参考人として取り調べを受けた。なお当然ながら、この絵の関与も疑われたが、その後の辞職と、英米海戦で不問となった。なお、ゾルゲが、当時の同盟国である、ドイツ人であり、しかもオイゲンオット大使や、大使館付警察部関係国家保安本部将校のヨーゼフ・マイ・ジンガーと親しいことや、前年にイギリスのスパイの疑惑で逮捕された、 イギリスのロイター通信社の特派員の MJ コックスが特攻による取り調べ中に飛び降り自殺したこともあり特に外国人に対する取り調べは慎重に行われたというドイツ大使館ゾルゲの逮捕を受けてマイジンガーはベルリンの国家法案本部に対して日本当局によるゾルゲに対する権威は全く信用するに値しないと報告しているさらに ゾルゲの個人的な友人であり、ゾルゲにドイツ大使館付の施設情報官という地位まで与えていた夫大使や国家社会主義ドイツ労働者党東京支部在日ドイツ人特派員一同も、ゾルゲの逮捕容疑が不当なものであると抗議する声明文を出した。また、夫大使やマイジンガーは、ゾルゲが逮捕された直後から、有法国民に対する不当逮捕だとして様々な、 外交ルートを使って、ゾルゲを釈放するよう日本政府に対して強く求めていた。しかし、間もなく特別面会を許された夫は、ゾルゲ本人からスパイであることを聞き知る。これを受けて、夫大使は、ヨアヒム・フォン・リッペントロップ外務大臣に辞表を提出したが拒否された。さらにその後百四十一年十二月に、日本がイギリスやアメリカなどの連合国と改選し、 ドイツもアメリカとの間に開戦したこともあり、帰国ルートが閉ざされたことから繁忙の中で大使職に泊まり続け、ようやく1942年11月になり、ホンリッペントロップ外務大臣より中日大使を解任された、その後南京国民政府の北京へと家族と共に向かい、そこで終戦までの間を暮らした。なおマイジンガーは、その後も本国政府から罪を問われることはなく、 1945年5月のドイツの敗戦まで大使館付警察部関係国家、保安本部将校として勤務し、その後の同8月の日本の敗戦に至るまでは、日本当局により河口湖のホテルに軟禁されていた。しかし、終戦直後にアメリカ軍に逮捕され、その後ワルシャー駐在時代に起こした虐殺事件の首謀者として死刑に処されている。 ゾルゲラは1942年に国防法案法、軍機保護法、軍用資源秘密保護法、治安維持法違反などにより起訴された。一審は1943年9月から翌44年3月にかけて東京刑事地方裁判所第9部で行われ、以下の判決が下された。ゾルゲ、オザキラ被告の大部分は大審院へ上告したが、 すべて帰却され刑が確定した。この江首相尾崎と特別の関係にあった陸軍軍務局関係者は尾崎の謙虚に反対であり、特に新聞記者として中日ドイツ大使を威厳夫の信頼を得ることに成功していたゾルゲとの関係において陸軍は捜査打ち切りを要求したが、第三次、この内閣の総辞職後に首相に就任した東条秀樹は 尾崎の取り調べによって彼とこの絵との密接な関係が浮かび出てきたことを知り、この事件によって一挙にこの絵を抹殺することを考え、逆に徹底的な調査を命じた。しかしその時点は日英米開戦直後で日本政治最上層部の責任者として重要な立場にあった、この絵及びその周辺の人物をこの事件によって葬り去ることがいかに巨大な影響を国政に、 与えるかを考慮した検察当局は、その捜査の範囲を国防法案法の線のみに限定せざるを得ず、彼らの暴力活動をできる限り回避すべく苦心したという。1942年11月18日、この絵は余震判事中村構造からわずかな形式的尋問を受け、記憶しませんを連発し、尾崎との親密な関係を隠蔽したが、 元アメリカ共産党員の宮城与徳は、検事尋問に対して、この絵首相は、暴挙連盟の顧問であるから反創的な人だと思っていたところ、品問題解決のためむしろ、ソ連と手を握っても良いと考えるほど、ソ連的であることが分かりましたと証言した。国家総動員法や、体制翼産会による立憲自由主義議会制デモクラシー破壊に猛反対した、鳩山一郎は、 これより前に日記に、この絵時代における政府の施設すべてコミンテルンのテーゼに基づく。誠に恐るべし。一心を犠牲にしてご奉公すべき、時期の近づくを痛感すと書いていた。刑が確定したゾルゲラは、菅間拘置所に拘留された。その後刑が執行されないまま同拘置所に拘留され、続けたが、1944年11月7日のロシア革命記念日に、 ゾルゲとオザキの死刑が執行された。死刑執行直前のゾルゲの最後の言葉は日本語で、これは私の最後の言葉です。ソビエト赤軍、国際共産主義万歳であったと言われている。翌1945年1月にはブーケリッチも北海道の網走刑務所で告死したが、マックス・クラウゼンは戦後夫婦ともども連合国軍によって釈放され、生きて、 故郷の東ドイツに戻ることができた。ロシア大使館、ゾルゲ事件に関して、ヨシフ・スターリンは、無視を続けたが、ニキータ・フルシチョフ時代が終焉した1964年11月5日になって、ソ連政府から名誉回復が行われ、ソ連法英雄となっている。ソ連崩壊後もロシア駐日大使が、東京都郊外の玉霊園にあるゾルゲの墓に、母産するのが観光となっている。 これは、ゾルゲの功績を、ソ連、ロシア政府が高く評価していることを示している。ロシア連邦大統領であるウラジミール・プーチンは、フランスが制作した、ゾルゲの映画を少年時代に見て、KGB のスパイを志したともされる。宮城には1965年1月19日、当時のソ連政府から大祖国戦争第二党勲章が授与されることが決定したが、 宮城は1943年に極死市遺族の消息も不明であったため、2010年1月にようやく名の所在が確認され、ロシアから伝達された。ゾルゲ事件の取り調べを行った大橋秀夫が保管していた、長所、ノート、ゾルゲから大橋への所管ほか数千点の資料が、遺族から沖縄国際大学へ寄贈され、保管、公開される予定である。ゾルゲの著書は、 リヒャルトゾルゲ著書、回想を参照。ありがとうございます。